私昔ですね、とっても偉いとされる先生に、社会主義と共産主義どう違うんですかって聞いて、そしたらね、正直どう答えられたか覚えてないねんけど、なんか何言うてるか分かれへんって感じで、私の理解力が悪いのもあんやろけど、いやいや、このおっさん政治学者やねんけど、毎度毎度同じ話をして呆れさせられてて、これ絶対何なんやろと、気持ち悪いわーと思って、そいつの荒探しを始めたところから、いろんなことを知って、先人の著書を紐解いて、歴史の真実をごそごそして、Amazon Kindle 電子書籍で出版するぐらいになってんけど、まあある意味、そのおっさんには、まあ私やねんけどね、感謝しとこうとは思うねんけど、そいつが社会主義インターナショナル系やったんよ。まあ私が感じたことは、まともな思想ではないっていうこと。大紀元さんの記事、行きましょう。2019年3月4日。動画ニュース、ペンス副大統領、社会主義への警戒を呼びかける。米保守派最大政治イベント、CPAC。社会主義への警告、呼びかけとこ私も。記事によりますと、アメリカ保守派の最大政治イベント、保守政治行動会議 CPAC が、2月27日から3月2日まで、ワシントン DC のナショナルハーバーで開かれました。3月1日、ペンス副大統領が演説を行い、社会主義及び誇張を続ける民主党の左派勢力に効果を浴びせました。民主党っていうのは、社会主義じゃないよっていう顔したコウモリさんなんやろな。日本の鳩山由紀子が作った民主党と同じ。ペンス副大統領は、アメリカ経済の繁栄及び、国民の生活品質の向上は、いずれもアメリカ人への自由への侵攻及び保障によるもので、決して社会主義によるものではないと指摘しました。マイク・ペンス副大統領曰く、注目すべきことは、民主党の有力大統領候補の一人は、社会主義者であると公言している。しかし彼だけではない。彼らの主張は皆同じだ。増税。支出の増加、政府の強化、そして少ない自由。ハーリー・バード・ハリスってところが2月に行った世論調査によると、民主党員の 51% がアメリカが社会主義国家であってほしいと願っており、さらに 57% が民主党は社会主義政党であると認識しているとのことです、やって。で、今、社会主義って一体何やねんと思われた方、すぐ説明しますんで、中断して説明しますんで、ちょっとだけ待ってください。で、この調査から、アメリカ民主党における、極左勢力の浸透がいかに深刻であるか、伺い知れます。で、結局、社会主義も、共産主義も、根っこが同じマルクソなんよ。で、もっと言ってしまえば、資本主義っちゅうのも、同じ。結局、マルクソ主義の、工作員の連中がわさわさしてるのよ。で、以前ですね、コメント欄で、もっと勉強してくださいって上から目線の、まあ、気色悪いやつが、社会主義っちゅうのがーって書いてて、ケッとか思いながら、もう時間もったいないな、お前に関わってられるかと思って表示させないにしたんですけどね。まあ、大体、もっと勉強してくださいって言ってるやつはマルクソ的な、せっかく工作員なんで、いなかったことにしてます。1日24時間。まあ、みんな平等にありますね。使える時間って限られてまして、うわぁ、こいつめんどくさぁ、気持ち悪い、うわぁ、邪魔ーとか思った人に時間使ってあげる必要ないから、もうそういうのはいなかったことにしたらいいんですよ。多分、帰ってきたやつは逃げたとか、まあそういう感じで思ってるのかもしれないけど、どこの馬の骨かわからん雑魚に時間使ってあげる優しさはいらないと思うのね。そいつの欲求を満たしてあげる必要はない。まあ一応、勉強してね、私なりにな、と思いながら。デジタル大事線。これ結構ね、言いたいことが、調べたことが凝縮されています。社会主義。1、生産手段の社会的共有、管理によって、平等な社会を実現しようとする思想運動。空想的社会主義、共産主義、社会民主主義など。ここに共産主義も入ってるでしょ？次ですよ。2、マルクス主義で、資本主義から共産主義へと続く第一弾としての社会体制。各人は能力に応じて働き、働きに応じて分配を受けるとされる。1917年のロシア革命により、1922年に世界初の社会主義国家として、
ソビエト社会主義共和国連邦が成立したが、硬直した管理体制への不満などから、1991年に崩壊した。お分かりいただいただろうか。って感じで、もう一つ全部読みませんが、ブリタニカ国際大百科辞典、小項目辞典の社会主義の解説の出だしから数行がとても分かりやすかったんですよね。社会主義、資本主義の矛盾を批判し、これを克服して、新たな社会を建設しようとする思想と運動の総称。この思想は、資本主義と同時に生まれたと言える。結局、資本主義、社会主義、共産主義、なんとか主義っていうのは、マルクソ的な思想で、世界を一つにワンワールドにしたい人たちが、利用や活用してるんですよね。マルクソ、あいつ本名モルデカイって言って、なんとかメイソンの会員さんやってん。日本は明治維新が起こったでしょ。あれは、大きな組織のご計画なんですね。イギリスに留学行ったり、薩長5、薩長5決。イギリス留学なさった人たち。あれ、洗脳されて帰ってきはったんかな。ようわからんけど。で、トドのつまり、結局のところをですね。資本主義社会になってもたんやから、まあ、それはそれでええよ。それが一番いい感じやと思って、共産主義、社会主義の連中に、お前らだけ自己批判、トレビ、うん、ボコボコ、うん、痛い痛いなーってなっとけっていう気持ちで、忍び寄ってこられて、不平不満、政府批判、すり込んでくるやつに対しては、ちょっと冷たくして自分のテリトリーから排除していくのがいいと思うね。随分長く脱線いたしましたが、記事戻りますが、ま、いろいろ端折って、最後の項目だけ行きましょう。マイク・ペンス、アメリカ副大統領の言葉。ペンス副大統領は、今日のベネズエラの状況が民主党の未来であると警告を発しました、ということで、ベネズエラは西半球で最も活力のある民主主義国家の一つだったが、マドゥーロの社会主義政権の下で最も貧しい独裁国家の一つに転落した。ペンス副大統領は2020年の大統領選はアメリカ国民が社会主義を選ぶか、それとも建国以来続けてきた伝統的価値観を選ぶかを決める決定的な瞬間になると述べました。さらに次期選挙でトランプ大統領が再選を果たせば、アメリカファースト政策をさらに4年間延長させることができると示しました。ですって。どこもかしこも共産主義者にボロボロにされようとしてるんですよ。で、ずっと昔から囁き洗脳して不平不満をすり込んで仲間割れさせてくるやつがいるでしょ。そんなんと時間過ごすよりもっと楽しいことに目を向けたいって思って、しかしこいつ一体何なん?って思って、エラのあたりとか、根元とか。観察してると、インジが、なんか浮き上がってくるよ、ボワーって、あーはぁ、熱けね、とかね。日本には、北朝鮮系の工作員っていうのも、わんさかいるっていうことを肝に銘じて、とにかく自分第一にして、家族と今まで築いてきた人間関係だけを大切にしたらいいんですよ。いきなり入ってきて、いろんなこと吹き込んでくるやつは怪しいと思って、うん、キモ、わって思った気持ちは大切にして、容赦なく排除したらいいと思いますよ。それと労働組合は、労働者のための組織ではなく、せっかく工作、思想を共産主義に変えるための工作機関と思って、実際そうやから、入らなくていいんやったら、入らない。うまくそういうところから逃げるスキルをつけないといけないね。社会主義も共産主義も根っこは同じで、マルクソ。あいつらの口車に乗せられないようにしましょう。自己批判に持ち込まれるのはあいつらだけでいいねんから。